おはようございます。アキラの現場へようこそ。ラスクラ実況です。昨日の晩ですね、お知らせの方のね、解説の動画撮ったんですけども、盛り盛りすぎて本当なんとの喋ってるこっちもよくわからないというか、あのラスクラ年末年始の激上げ盛りキャンペーンがまず濃すぎるね。なのでまあその辺で、とりあえず今日ね、アップデ後何ができるんだっていう話をですね、今日していこうと思うんですけれども、その前に昨日できなかった米読みです。おすすめスキルベスト5のね、動画についたコメントなんですけれども、これからヨークザン、剣ハイブが5位以内に入らない時代が来たか。オートヘイストはスキルコスト重すぎ、個人的にはスキルコスト対効果が似合ってないと思うんすよね。ということで、なるほど。まあ、それはわかるんですけど、剣ハイブーストがね、5位以内に入らないというか、やっぱその火力って意味やったらね、全然剣ハイブーストいいと思うんですよ。けども、その、やっぱ強敵と戦うにはやっぱ火力だけじゃダメじゃないですか。アタッカーがそのより戦いやすくなるために必要なものって考えた時に、僕はやっぱオートヘイストかなと。っていうのが、そのヘイストで戦うことによってやっぱ手数を増やしていかなきゃいけない。火力って意味だったらそれこそオノハイブーストとかもありますからね。ただそんだけではなく、そのオートヘイストっていろんな可能性を広げてくれるスキルかなと僕は思ってるんで、オートヘイストにさせてもらいました。で、剣ハイブーストはね、全然火力としては十分必要なもんだと思っています。コレコラさん、コメントありがとうございます。はい、で、おつぱいさん、初コメです。いつも大変楽しく拝見しています。緑小石ですが、サンタクリアのユニクロで邪魔くさいほど落ちますよ、ということで。それは知らなかった。そして初コメありがとうございます。そういや、サンタティラのユニクロ僕全然周回してなかったですね。うん、またちょっと手が空いたらですね、周回してみようと思います。おつぱいさん、初コメありがとうございます。で、昨日の朝の、クリスマスのエピローグストーリーですね。サンタから君への方についたコメントで、クリゴロさん、いつもコメントありがとうございます。交換所来てよかった。ザイクスだけがイベントに出たから、次の英雄ガチャはザイクスなんじゃないか。ってことだったんですけど、ザイクスじゃなかったですね。ゾクラスでしたね。いやー、いい予想だったと思うし、僕もね、可能性言われてそうだなとも思ったんだけど、まさかのザイクスでしたね。だからまあ、ザイクスがね、どんなキャラクター、多分ね、やっぱ闇の、ね、闇のアタッカーだと思うんですけどね。うん。またそのあたり、今まで戦ったザイクスチェックしに行くのも面白いかもしれないですね。クリゴロさん、いつもコメントありがとうございます。で、そうそう、交換所ね、クリさんも言ってたけど、交換所の件なんだけど、交換所。ね、この一番端のやつがキャンディーなんだよね。そのキャンディー1個がソックス、キャンディー3個でソックス1個に変えれるんだよね。で、ソックスが今いくついるかって言ったら、全部変えようと思ったら、ウニが4種類あるから400個でしょ。で、大小石が各色15個交換できて、1個交換に20個いるから、紫の大小石15個買うのに300いるって、4色あるから1200個でしょ。ソックスが1200と1400で1600いるんだよ。ってことはキャンディーは4800いるんだけど全然足んないね。やばいね、これは。これはやばいね、僕ね。うん。あと、なんていうの、この、真ん中の、この、あれ？クリスマスオーメントソリみたいなやつ。これが、もう 150×4 で600個いるよね、これも。これも足りないもんね。結局だから多分、どうやろうな、ウニを交換するぐらいやったら僕は紫の大小石の方に回したくもなるけどね。紫っていうか、大小石がね、足んないから。まあ、その辺ちょっとできる限りで交換していこうと思います。で、今日のそのアップデに関してなんですけども、まあ、4時で終わったらですね、僕もすぐは取れるんだけど、まず何ができるかって話なんだけど、まあ、まずできることとしては、その、この、修根の間、で、修行の間、と、鍛錬の間、一回無料ガチャ。で、あれ、修羅の聴域はどこ行った？で、高難易度クエスト、修羅の聴域。これが、まあ、できるんですよね。やれることだから、修根の間、修行の間、鍛錬の間、で、修羅の聴域。で、これが、まあ、新しく増えたものでできることなんだけど、まあ、鍛錬の間いつもやってるからいいとして、修行の間、修根の間もやりたいけど、まずやっぱやるべきは修羅の聴域だよね。実況者として初見でとりあえずチャレンジするためには。
で、まあこれもパーティー全員の指定のレベルを超えてる必要がありますってなってるんで、まあ高レベルパーティーでしなきゃいけない。で、サポートユニットは使用できないので、4体用意しとかなきゃいけない。っていうことなんで、まあこれをまず僕は最初にやるかな。うん。これがまあ常設だから、まあその後は別に慌てなくてもいいんだけど、とりあえず一回初見でどんなもんかやってみるっていうのが、を多分速報でできれば動画を出したい。で、まあ他あと、時間があれば修行の間と、あの辺もやりたいんだけども、多分、修行の間、修行の間と、多分この修行の間、修行の間っていうのは、あの、オーブで言うと青い方だよね。期間イベントになると思うから。になって、で鍛錬の間とかは、多分、普通のオレンジのオーブになると思うし、今回のこの修羅の領域も、今後常設ってことを考えたら、多分、オレンジの方のオーブになると思う。だから、オレンジオーブが溜まり次第やけど、チャレンジしていこうかな。うん。で、まあ、一応、っていうことやったら、先にね、なんとなくパーティーをやっぱ用意しといた方がいいなと思ってて、それが、これ。修羅の領域をね、うん。まあ、要するにガチパです。まあ、ランディの無属性で、まあ、誰が来ても大丈夫なように。で、まあ、うちの今、エースでいるソーサラの、清掃のティリア、サンタティリアを連れていくことで、まあ、ソーサラと、デバッファーと。で、デバッファーもなりますからね。で、プリムも、は、ヒーラーと、バッファー、デバッファーですね。で、4体ってことなんで、もう1体つけようと思うのが、これやったらあと1体。うちやったらランスベルかな。うん、タンク係としてランスベルを連れていこうかなって感じですね。うん。まあ、基本的な火力はランディで。で、盾としてのランスベル。うん。で、まあ、アークは下一郎つけてますけども、まあ、プリムにね、ローガンつけてるのは、プリムはね、ヒーラーなんで要なんで、守りをあげたい。で、展開付きのヒーラーなんでね、プリムは。これでまあ、回復役は死なない。で、清掃のティリアで、に、まあ、大天使の美女をつけて、オードリジェネをみんなにかける。まあ、ランディはクリティカル 52.8% のランディなんで、まあ、そのクリティカルの威力を高めるために、総評の守護騎士をつけてると。で、ランスベルには、どうしようかな、終末の名声でもつけて、ね、ストーンウォールでも予備でつけておこうかなっていう感じですね。多分これで修羅の領域行ってみて、まあ、ダメだったとしても、まあ、ダメってことないだろうけどもね、うん、とりあえずは倒せれる。で、その後やってみて、スピードさらに上げれそうやったら、多分、ウィークとか、サークル系が有効やったら、プリムを使ってやっていこうかなっていう感じですね。調整していこうと思って。で、あと、まあ、鍛錬の魔用がここでで、で、修行のゴッド級には、一応ね、多分レベル80以上になるとダメやから、これでいこうかなと。うん。で、まあ、あと、集会イベントとか。っていう感じですね。まあ、これもね、だから今日、4時にね、無事終わってくれたら、多分速報で僕も出せるんで、うん、で、その後夜はですね、まあ、無料ガチャの方もあったりとかね、いろいろ、これだけじゃないからね、年末のイベントが、をまとめてやるのは多分夜の方で動画出そうかなと思っています。という感じで、今日のアップデートに向けてですね、まあ、準備っていうかね、何が最初からできるのかなっていうような話をね、今日させてもらいました。それでは、アップデート後の夜の動画でお会いしましょう。ではまた。エリザはもう出たでしょ。で、オルダーナ帝国最初シダ。こいつがこの間、新ストーリーでですね、ちょっと絡んできましたね。で、ゼックスはもともといる。で、魔獣討伐隊総指揮官、ベイランド。この人もですね、新ストーリーちょこちょこ絡んできましたよね。で、創新教団大司教、魔女。これ、魔女大神殿の魔女さんなんですね。こんなじじいもいたんだ。と、特務機関、グレーブキーパー、衛星騎士、ザイクス。こいつかっこいいですよね。好きです。で、帝国魔導研究員、最高研究員、リリー。で、ランスベルはもういましたね。で、十剣神筆頭、オールダナ帝国皇太子、ローランド。まあ、言うならばこいつラスボスですけどね、ローランドといえば。というわけで、まあ、このランスベルとエリザをどけると、あと何人？候補は7人です。
まあ、この7人誰が来るかっていうところで、その